調布アンカラバオ優勝の遠藤航試合後の姿が痛々しすぎてめっちゃ心配。遠藤航はギブスと松葉杖をつけてウェンブリーから出てきた。モイセスカイセドとの争いで足首を負傷。ユルゲン・クロップ監督率いるリバプールにとって、彼は13人目の負傷者となる。遠藤間近要素だと言ってくれ。120分戦ったから疲労だと信じたい。怪我ならカイセドを恨む。カイセドやっぱフラーフェンベルク踏み抜いた時に退場するべきだったろ。遠藤を誰だと思ってるんだ？鉄人だぞ。遠藤まで負傷離脱とか言ったらマジでいよいよ誰もいない。めっちゃ心配だけど普通に次の試合出てそうだよな。直近の試合ほぼフル出場だし疲労困憊だろうな。まずは数日ゆっくり休んでほしいけど、誰もおらんの無理や。優勝後のリバプールのロッカールームに遠藤の姿なかった理由ってこれか。鉄人遠藤ついに負傷してしまうのかよ。カイセドマジでやってくれたな。ヌニェス元気に走らせたからとりあえずヌニェスは戻ってくるのか不定だな。